それでは、お魚まるまる骨付き1匹の1匹をローストする、料理をご紹介いたします。では材料です。今日はアジがとっても良かったので、アジを、これはあの中の腹綿を取っております。これはあの、お店で取ってみてもらってください。そして、分量の玉ねぎ、ちょっと厚く切っております。そしてカゴメさんのレモン&レモングラスミックス、これはあのこうやってカゴメさん売っております。なければレモンだけでも結構ですよ、これなかなか。そして、カレー粉、生姜すったの、ニンニクすったの、そしてオリーブオイル、そして付け合わせのトマト、そしてあればで結構です。タイム、ローズマリーでも結構です。硬い鱗があるので、ちょっとこの鱗は取ってあげます。そうしましたら、ちょっとこの身の方に隠し包丁をちょっと3つぐらいですね、焼く上の方だけで、片面だけで結構です。こうすると、火が通りやすくなります。そして軽く塩コショウ、白いコショウです。お魚は、海の中にいるので塩分を含んでますので、少なめに。そして玉ねぎを下に敷きます。そして切り身を入れた上に乗っけます。そしてこのオリーブオイルにカレー粉、生姜のすりおろしたの、そしてニンニクのすりおろしたのを入れてよく混ぜます。混ぜましたら、お魚の上からたっぷりとかけてあげます。はい、そしてプチトマト、そしてこれはタイムですけども、なければローズマリー、または、なければ結構です。そしてカゴメさんのレモン&レモングラスミックス、これはあの魚の上にかけないでください。これで蒸し上げます。それでは、大きさによりますので、まず200度で、15分入れてみます。それからちょっと塩梅を見ます。それでは200度で15分入れてみます。はい、15分経ちました。ちょっと様子を見てみます。いい感じに焼けております。うん、ほぼほぼ火が通ってますけども、まあほぼほぼ通ってますね。でも、もうちょっと、もう3分入れてみます。あ、ちょっと待ってください。この、ポイントです。このローストするときは必ずこの汁を、お魚の上にかけてください。そうすると
この汁にもっともっとお魚のうまみが出て美味しい美味しいソースに、なります。そして、フレッシュに焼き上がります。はい、もう3分経ちます。はい、3分経過しました。あ、完璧です。これはあのお魚の大きさによるので、ちょっと大きければ20分、小さければ15分、ちょうど、はい、見てください、こういう感じです。はい、まずこの汁がポイントです。この汁が絶妙に美味しいソースになっております。この汁を絶対に逃さないでください。これが、旨味の元です。素晴らしいソースです。これが最高です。いいよ、この玉ねぎ、完璧、トマトも完璧に火が通ってます。あ、ちょっとカレー粉もいい風味です。ちょうど2人前ですね。はい、そしてこの見てください、この汁全部の旨味が、うわ、あ、これはミシュランの三つ星に負けません。はい、たっぷりかけてください。ちょうど2人前です。カレーの香りが、刺激しています。はい、出来上がりです。どうぞ試食したいと思います。どうですか、見てください、アジに完全に火が通っております。肉離れが最高です。ではいただいてみます。うん、おうらら、このカレー味、このアジの身がふっくらと仕上がっております。もうたまらないです。うん、ワインは、これがちょっとありました、フランスのブルゴーニュのムルソー、シャルドネでできております。おお、このマリアージュ、カレーの香りをふわーっと消してくれるシャルドネ酒の冷えた、白ワイン、このうらら、このアジの身がトロットロです。アジの身っこトロットロ、素晴らしい出来栄えになりました。どうぞ、作ってみてください。かなりグーです。どうぞ、ディナーに、ぴったしだと思います。シャルドネに乾杯。最高。